ね、これを使っていいものを焼きましょう。はい、粉を入れて 8cc のお水を入れて混ぜます。こちらに生地を流し入れましょう。焼きます。で、クリームを作りましょう。混ぜましょう。次に白い生クリーム作りましょう。 3cc 混ぜましょう。生クリームは完成。さあ、焼けたかしら。ではお皿に入れてみましょうか。お、ちゃんとワッフル型焼けましたね。ではここにトッピングをしていきますよ。先ほど作ったチョコクリームをつけましょう。そして生クリームも。そしてトッピング。いちご。さあ、出来上がり。おいしそう。次にこちら、クレープも焼いちゃいましょうか。でもそれはまた今度にしちゃいましょう。え？キティが泣いてる。いいタイミングで泣いたな。キティ？よしよし、どうした？クレープ食べたいの？